Assalamu alaikum, how are you, brothers and sisters? Today, I will speak in Japanese. お金を借りるっていうことはどういうことかっていうと、その、金利を払わないイスラミック。金利を払うのが、この、いわゆるベスタン社会ですね。アメリカ、イギリス、ヨーロッパ、その周辺国ですね。インド、中国、日本ですね。そういうインタレストを、こう、取るってことですね。金利を取るってことですね。で、アラブだったらイスラム圏っていうのは金利を取らないと。上限がないんですね。借り入れする際にですね。いくらでも借り入れちゃうよっていうことですけど。そう、よくソフトバンクがサウジから数兆円もらって、ファンド立ち上げたって言いますけど、それイスラミックバンキングですね。イスラミックバンキングっていうのは、いわゆるアラーを信じる人だけですね。イスラム圏だけの国の風習なんで、いわゆるソフトバンク借り入れだっていうことは、いわゆるアラーを信じない限り破産しちゃうってことですね。これはもうどこでもある話なんですけど、アラーを信じてる人にはイスラミックバンキングできるけど、アラーを信じてない人にはイスラミックバンキングできないよってことで、借りるっていうことはもうヤクザディールですよね。信じる、もう言うこと聞けって話です。だからもう離れたら、アラーから離れた段階で迎えて倒産したってことでしょうね。それがイスラム金融なんだ。もう詳しいことは全部分かってるわけじゃないんですけど、イスラム金融っていうのはインタレスト取らない、上限がない、借り入れされる、あとザカート払う、この3つですよね。これをキーポイントにするんですよ。スクークもできるし、投資もできる、ビジネスもできるって話です。ビジネスの場合はもう売買契約ですよ、トレードですよ。裏相手を見つけて、それにその際に借り入れを行うと。で、売るルートがあるから借り入れを行って、どんどん販売ルートを拡大していくということですよね。売る相手先を見つけて、ファイナンス組んで売って、お金を得るということですね。インターネットがないので、そのままフィックスですね。こういったことがずっと行うと。非常にお金持ちに住み慣れちゃうというのが、イスラミックバンキングファイナンスなんですけど。日本人が借りるっていうとなると、貸さないですよね。貸したとしても破産しちゃいますよ。ムスリムの日本人だったら間違いなく借りるんですよ。借りれて、どんどんイスラムクランキーファイナンスできますよ。何のためにイスラムがあるのかというと、ムスリムのためですよ。イスラムっていうのを信じて、アラを信じて。そういうことです。はい。それを繰り返したことだと思うんです。その僕もドバイ行ったんですけど、ね、ミレッツ・エヌ・ビリーっていう UAE ですね。ドバイの政府国家銀行ですね。国立銀行の方でいわゆる銀行口座を作って話し込もうと思ったんですけど、その書類の不備でですね、なかなかできなかったんですけど、やっぱり今許可もらってる段階なんですけど、今ノアバンクっていうところもアプライしています。いわゆるファイナンスをこう組めちゃうっていうのが一番の銀行なんで、これを今行ってます。あとはスイスの方で銀行口座を作っても持ってますね。あとアメリカも持ってます、ね、で、こういった銀行に何で借り入れだってファイナンス組みづらいかというと、金利があるからですね。ムスリムっていうのは金利取るいわゆるリスクの高いような仕組み商品、こういうクレジットカードも含めてですね、こういったことに関してはもうマネジメントかかってるんで、危ないことに一切首を突っ込むなと、こういうことですね。で、僕たちに借金ありません。イスラミックバンキングファイナンスって借金じゃないです。全く借金じゃないですね、言われますね。ファイナンスを組む、で豊かになる、これがイスラムの教えなんですね。金利は取らないと。これ大体1990年2000年あたりですよから始まったと言われるんですね。仕組みが変わってきたっていう、スカーラーという学者たちがずっとこう進めていったという話ですね。で、大体出来上がったのは2000年だって言われてますけどね。もっと前からあったのは確か1980年くらいだったっていう話もありますけど、
こういった流れを組んでいって、どんどんお金持ちが増えていってって感じでしょうね。どこの銀行かって、イスラムの銀行どこでも関係ないですね。そのファイナンスバンキングって。どこと組むかって話、どこの国と組むか、どこの銀行と組むかってことですね。で、スイスだったらプライベートバンクですね。こういったところで組むと思うんですよ。もう今、プライベートバンク作ってますね。あとは、オンラインのブローカーサービスと一緒になった銀行ですね。これを使ってますね。その人に信頼があれば、どこの国に行ってもオフショアで作れちゃうと思うんですね。ドバイもスイスもオフショアですね。タックスヘブンですね。税金がかからないっていうことですね。はい、いくら税務申告だったり、税金徴収する人って、タックスヘブンで税金なんか徴収できませんから。リスクフリーで、しかも守られているとですね。どんな状況でも資産は守られるっていうのが、こういう銀行の特徴ですね。どういう状況かですね。だから、ムスリムにとっては、もうイスラムで銀行を組む、ファイナンス組むっていうのは、もういわゆるお金持ちの扉を開くということですね。で、ヨーロッパ諸国だと、ルクセンブルク、スイスあたりですね。あとは、ケイマンもでしょうね。こういったところで、銀行口座開いて投資してファイナンス組むってことですね。ルクセンブルク、スイスっていうのはもうお金持ちの扉ですね。ここで銀行口座開いちゃうともう勝ちますね。プライベートバンク含めてですね。非常に融通が効くのはスイスですね。スイスは非常に強いです。どんなことでも資産守りますね。守りますし増やします。で、お金持ちにしますね。ドバイっていうのはファイナンス組むんですね。どんどんジャブジャブカニカニになりますね。どうするのかって話ですね。ノーバンクっていうところなんですけど、イメージにビリーブですね。こういったところでファイナンス組んで、スイスだったり、アラブだったり投資するっていうのが一番手っ取り早いって話でしょ。スクープしたり、LINE したりします。LINE の許可っていうのはまだ置いてませんね。僕はもうできないでしょ、LINE はですね。スクープだとできますね。毎月入ってくる、毎年入ってくるってやつですね。LINE が唯一できるのはスイスなんですけど、融通が効くのがですね。これができるかどうかって話でしょう、ね。お金を借りれるのかどうかですね、スイスからね。で、ドバイからお金間違いなく借りれます。で、ファイナンス組めます。イスラミックバンキングファイナンス。もうこれはもうモスクから見られてますし、イラムからも見られてます。でその条件が、まあ、整ってるかどうかで、今、ヤハシなので、多分組めるでしょうね。多分、近日中にはノアバンクの口座が開けるでしょう。ちょっと文章を翻訳する必要はあるんですけど、ね、それさえできればもう完璧でしょうね。スイスって言っても、ユーズが効くんでね、今持ってる口座っていうのはですね、クリプトカレンシーも、投資信託も、ETF もストップも、株式も、デリバティも全部できちゃうんです。あと、不動産に借り入れができて、あと、ロンパトロンですね、5倍か10倍の借り入れ、キャッシュの5倍か10倍の借り入れができる。あとは、LINE は分からないです。切り身だろうからないですね。あと、できるって言ったら、仕組みされて、仕組みされの販売がありますからね。それでできるんでしょうね。クレジットカードも応募できますからね。そういったことを繰り返しております。あるインタラクティブブローカーズで証券会社があったんです、アメリカですね。そこのほとんどのお金はスイスと、あと、日本のモスクと、父親、母親、あとは、もう全部スイスに流しましたね。あと、他の証券会社にあったお金も全部スイスに流しました、ね。で、スイスにあるところでしょうね、間違いなく。あと、今アメリカにあるのかどうなるかって話ですけど、それをどこにトランスファーするかね、移管するかって話でしょうね。ドバイなのかスイスなのかって話でしょうね。一定の額ありますからね。それをスイスかドバイに流すところでしょうね。で、ドバイで借り入れを行う。いうことはどうなるかって話。どれぐらいでしょう、ね、貸してくれるかって話。上限がないと言ってました、ね。そのわさっていう友達がいたんですけど、その子は2億って言ってました、ね。2億、3億、2億って言ってました、ね。そこから始めるって話。で、スクークして半分、スクークして半分株式に回すっていうことはなんかずっと向上してましたけど、ね。会えたのか会えてないかよく分かんないですけど、一応DFM っていうドバイにある
証券取引所があるんですけど、そこではいろんな人と会いましたけど、その中にマサがいたのかどうかわからないですね。あとはいかがわしい、ドバイに、なんていうんですかね、会社設立のためのなんか機関があるんですけど、会社があるんですけど、そこ行ってイギリスだったりヨーロッパだったりしていたんですけど、クリスチャンの人であったんですけど、なんかね、エミレーツ NBD どうだこうだって話聞いたら、エミレーツ NBD のウェブサイト開けなくて、お前なんだよそれって言って、危ねえじゃねえかよってずっと話してたんですけど、そしたらロシア人の女性があるから会いに行きなよって言って、そのエミレーツ NBD に確認したら、その人なんていうか連絡取ってるかどうかわからないみたいな話してて、エミレーツ NBD の担当者ないんですね、そのロシア人っていう人は。エミレーツ NBD っていうのは国立銀行なんで、いわゆるあのドバイですね、ドバイの人、いわゆるアラブの人、ムスリムの人が担当者なんでね、ロシア人にしてさすがにね、そのことあってどうなるのかって話をね、そのエレナっていう子いたんですけどね、エレナっていう子もドバイの子なのかムスリムの子なのか、もしくはロシア人の子なのか知らないですけど、エレナっていうのはいて記憶にならないかって話をしてたんですけど、ね、そのエレナと会えるとか言ってロシア人とか言ったらもうちょっとびっくりしましたね。メールの担当者のお話はインシャラだったり、いわゆるそういう、なんていうんですか、その、ムスリムが使うような言葉を使ってたんで、いわゆるムスリムだろうと思ったんですけど、ちょっと断ってですね、それで、まあ、一応ノアバンクと教わってたんで、ね、口座開ければ、ノアバンクにもアプライしてますけど、この国いても開けちゃうって話でしょうね。オンラインで完結できないんですね。全部給料とあと住所とあとパスポートと全部翻訳したものを送ってしまうんですね。つまりどっかの流れで、あと CV で CV だったりですね、銀行のセートみたいなね、これをこう送ってファイナンス組んでください。あとはプライベートバンクで、スイスのプライベートバンクの方は今許可下りてるのかな、書類を見てますね、見てるところですね。アメリカの場合はアメリカの銀行よくわかんないですよ。なんていうのよくわかんない。証券株式があるんで、アメリカの方のインタラクティブから、ね、それをアメリカの銀行の方の証券会社に移そうと思ったんですけど、電話していったら電話待てとか言ってたんで、電話待てって言ったらお前電話待ってるけど 2,3 週間経ちましたけどね、電話かかってこないですね。株式したいんかっていうのは聞いてましたけどね、トレードですね。このスイスの方のプライベートバンクの方はインタラクティブボーカーとつながってますからね、これは強いですね。スイスのマーケットだけじゃなくてヨーロッパのマーケット使えると書いてます。その許可でコラボレーションしてるっていう感じです。あとムバシャっていうアラブにアクセスできる証券会社、インベスターカードっていうのをドバイでもらって、でいわゆるアラブ関係の国でですね、できるって感じですね。投資がですね、全部アクセスできますね。アメリカもイギリスもヨーロッパも含めて、だから使ってたムバシャーとスイスコートバンク、スイスコートバンクはヨーロッパで、ムバシャーがアラブとかですね。で使う銀行って言ったら、そのスイスの銀行にプライベートバンクと銀行と、あとノアバンクですね、ドバイですね。これ関係しちゃうって話です。あとはスイスですね。スイスと切り組みですね、動くってことでしょうね。どんなことができるようになるんですか。スイスがついてるわけですね。スイスっていうのは、まあ、いわゆる特殊な国なので、ヨーロッパに独す、EU に独すかどうかわからないですね。衛星中立国と言われてますけど、いわゆるバチカンを守っているのはスイス兵ですね。スイスの軍隊の兵ですね。そういう形なので、世界のお金 30% スイスに入っているとか、もう全部アラのお金なんで、ね、いわゆるお金っていうんです。30% スイスが持ってるっていうのはすごいですね。小さな国ですからね、そんな。日本の領土よりも小さいですからね。山で自然が多くて、最高気温が 5とか10度とかで、ね、マイナス5度10度まで、ね、そこら辺で冬場ですね。で、チーズだったり、あと、いわゆる、そういった。郷土料理があって、マクドナルドなんか4000ぐらいすると思いますよね。バリューセットですね。で、給料の価格は破格ですね。1000万、2000万、1億ってもらえるんでしょう、ね。
わゆる職人が多いと思いますね、ファーマーだったりだからそういう国なんでしょう。いわゆるクリスチャンの国ですね。で、あのモスクもいっぱいありますからね。で、あの弁護士が言ってるには関東ムザックですね、関東ムザック、関東ザック地域ですね、関東ムザックですね。でもここにはいわゆるあの税制の税制が緩くて、いわゆるすぐに移民できるってことですね。これを弁護士としてするってことでしょう。これができるのがスイスですね。ちなみに日本とスイスの間の取り決めで、あのビザなしで入国できます、ね、入国できて滞在もできますね。で、滞在して仕事を見つける、あと家庭築くって話だと現地のところでビザが発給できる、スイスではですね、ビザフリーでいけちゃってます、ね、あとその日本に行く際に仕事が欲しかったらもうスイスの方の政府です、ね、あとインディードだったり他の媒体使ってもう探すってことですね。それだけでできちゃうから、ね、5,000、7,000くらいですね、ビザの発給の費用ですね。あとは10万、20万出してスイスまで飛ぶってことですね。でも完璧ですね。ドバイだと10万、20万出して飛べるし、あの飛べるじゃないですで、10万、20万出して渡航してあのドバイに行くってことですね。で、銀行の口座開いてファイナンスコンってことですね。ドバイのビザもたくさんありますね。滞在ビザもありますね。いろんなビザありますね。働くっていうのはムスリムの役目なんで、ね、働くっていうことでしょうね。もう山ほどあります、ビザの種類がですね。ドバイはですね。でも、病気ないのがドバイの特徴ですね。いわゆる病院ももうイノベーション起きてるんで、いわゆる病気って扱いしませんね。人々に対してですね。スイスっていうのはわからないですね。僕もイノベーション起きてるんでしょうね。非常に豊かな国でしょう。どちらもお金持ちがありますね。もうスイスとドバイを取るっていうのが僕の戦略ですね。それをもう働かないと、いわゆる銀行からお金借りないし、給料明細だと停止しろと言われてるんで、もうとにかく働くと。働いて働いて金借りて投資して何とかするってことでしょう。これずっと繰り返してるんです。で、プライベートバンクと、あと証券会社と、あとどんな仕事でもいい、どんな仕事でも頑張るってことじゃないですか。歯を食いで頑張ると。で、豊かになっていくということでしょうね。ノアバンクの方だと、住居と車と、あとパーソナルローンですね。パーソナルローンも2億、3億で借りるっていうのを買ってましたね。そういったことをずっと行っていくと。で、プライベートバンクっていうのは、もう50万ドルぐらいですね。組めるんで。緩いところで2万ドルです。200万ぐらいです。250万円。で、こういったところです。で、富を築いていくということです。もう、いわゆる5000ドル、1万ドルからずっとあの億万長者になるっていう人は、億万長者ってのは5000ドル、1万ドルからですか。50万、100万から始めるのが億万長者ですか。そういうところでお金借りたりとか、あと取引したりとか、あと投資したりとかして、富を築くということですね。これをずっと行っていくということですね。それができるのが、日本じゃできないですね。間違いなく失敗しますね。この環境は、ね、海外の組むってことは、その富を享受するってことですね。それができるのが、どこの国かってことでしょう。それはまあ英語ができないと全く分からないです。日本語では書いてないですね。何一つ書いてないですよ、日本語では。日本語は嘘です。全部嘘です。英語ってのは本当です。アラビア語ってのは本当です。そういうことですね。でもスイスってのはもうドイツとドイツ語とフランス語と使ってますからね。フランス語、ドイツ語勉強しなきゃいけないんですけど、あとアラビックですね。あとイスラエルのヘブリを勉強しようかと思ったんですけど、ね、わからないです。イスラエルはもうまだ近い将来行きます、ね。こういうことをずっと働いてコツ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 こなしていく、ね。印象的なのはドバイで言われたのはエジプト人ですね。ずっとコツ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 働いていって、いつかパッと道が開けるように、こう、が気づけると、もうキープポイントキープポイントって言ってましたね。ずーっとコツ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 働くことに、ね、そしたらパッと開けて手に入る、これが働くということでしょう、ね。これができるのがアラを信じてる人、アラを信じてない人には分からないですね。ずっと苦行なんでしょうね。分からない、僕は知らないです。インシャアラ、I appreciate Allah. I love Allah. I love Allah. I love Allah.
Yani ayın petrolü bile bir anla. Zor mu? Ama bir gün. Thank you. God bless you.